もしも耳がスピンキットに慣れているランキングがあれば、結構アレな方だと思うんですよ。イヤーピース選びって本当に奥深いなと思いました。皆さんこんにちは、三流心理カウンセラーです。本日はスピンフィットから新しく発売されたハイエンドイヤーピース W1 についてレビューしていきたいと思います。ちなみに今回もいつものようにスピンフィットさんからイヤーピース W1 の方は送っていただきました。本日の動画はこんな構成になっていますので、お時間やお好みに合わせてご覧ください。さて、本日レビューするスピンフィット W1 は多くのオーディオファンの間で人気のスピンフィットシリーズのニューフェイスとしてすでに結構話題になっているので、気になっていた方も多いんじゃないでしょうか。私の愛用イヤーピースはスピンフィット CP100 プラスなので、多分年間に300日くらいはスピンフィット CP100 プラスで音楽を聴いていると思うんですよね。おそらくですけれども、もしも耳がスピンフィットに慣れているランキングがあれば、結構アレな方だと思うんですよ。そんな感じなので、今回はスピンフィット CP100 プラスと比べてどんな風に変わったかについてレビューしていければと思っています。スピンフィット W1 について簡単に説明していくと、メーカー曰く W1 はハイエンド有線イヤホン向けのイヤーピースウェーブシリーズとして、スピンフィットが新たな技術を注ぎ込んで作り上げたイヤーピースになっています。世界初となる新採用技術ダブルウェーブ加工により、音の表現力と装着性を両立した最新モデルです。細かいディテール、表現力の豊かさを感じる、つまり歌声や楽器演奏の細かいニュアンスを楽しむことを目指したシールということになると思います。メーカーが W1 におすすめするイヤホンは、複数のドライバーを搭載したイヤホンや大口径ダイナミックドライバーを搭載したイヤホン、おそらく一般的に言うところの高性能なハイエンドクラスのイヤホンを想定しているんじゃないかと思います。スピンフィットといえば、特許の 3D クッション構造でこの部分がくねくねと動くようになっていて、耳の左右で異なることも多い複雑なカーブに沿ってイヤーピースの軸部分が追従するようになっているわけです。スピンフィット W1 は医療安全性規格 ISO10993 を取得した耳に優しいシリコン素材を使っているので、耳が痒くなりにくいというところまでは、いつものスピンフィット CP100 プラスとさほど変わらないのかなと思うんですけれど、軸の内部のイヤホンノズルを差し込む部分が新開発のダブルウェーブ加工という新技術を採用しています。スピンフィット W1 の特徴を図の方で説明するとこんな感じになっているようです。イヤーピースの軸部分の外側は傘の部分と一体成形の軟質なシリコンを使用して、イヤホンノズルを覆う部分に色付きの硬質シリコンを採用することで、イヤホンノズルとの密着感を上げて安定した装着感を実現したとのことです。つまりこの部分ですよね。この部分の構造を見直して安定した装着感を作り出して、それによって音質面と装着感両面でブラッシュアップしたとのことのようです。確かに従来の CP100 プラスは軸の部分が柔軟なので、イヤホンの重さに負けて装着感が不安定になってしまうということがある気はしていました。特に重量級のイヤホンやイヤホン自体のホールド感が弱めのイヤホンだと、耳との相性や耳のコンディションによってはちょっとフィットさせにくいなって感じることがあったので、このあたりがどのように改善されているかが気になるところです。ちなみにスピンフィット W1 のサイズ感はこんな感じで、 S、M、L の3サイズがセットになっています。何やとも、ちょっと開けていきましょうか。開けるとこんな感じで3サイズっていますね。パッケージが結構複雑な構造になっていて、ここから引き出して開ける、開けてみるとこんな感じです。結構綺麗ですね。その例のウェーブ構造のとこちょっとじっくり見てみましょうかね。あってみるとこんな感じ。なるほど、外の部分が確かに軸と同じ透明のシリコンでできていて、内部がウェーブ構造になった色付きのシリコン、こっちの色付いてるところが硬質のシリコンっていうことですね。こういったちょっと複雑な構造になることで耳へのフィット感をさらに追求しているということなんでしょう。ちょっと本体もう少し見てみましょうか。サイズ取ってみるとこんな感じ。従来の CP100 プラスと比べてみるとという感じですね。W1 の方がよりクリアなシリコン素材になっていて、形状に関しては似てるけど、なんか微妙にちっく見えるな。穴とかに関してもちょっと違うのかな。
地もなんか微妙に違う。新品と使ってたやつの違いもあんのか。あ、でもちょっと未開封の新品と比べてもどうなんだろう。未開封の新品と比べてもやっぱこれ明らかに色違いますよね。 W1 の方が透明の部分がクリアな感じで、 CP100 プラスの方が乳白色って感じの色の違いがあるようです。ちょっとやっぱりめくりますよね。めくってみるとめくりやすいね。こんな感じ。 CP100 プラスの方もめくると、めくって比較するとこんな感じですね。どうかな？なんとなくこれ W1 の方が軸が長く見えますよね。従来の CP100 プラスよりもどうなんだろう。なんか微妙にサイズ感違うように見えますね。まあでもとりあえず音の方を実際に使って見ていきましょうか。じっくりと使ってみました。スピンヒット W1 は同社の CP100 プラスと比べて耳へのホールド感が明らかに強くなっていました。積極的に耳に対して吸い付くような感触で、熱可塑性エラストマー樹脂のイヤーピースに近いようなフィット感でありつつ、熱可塑性エラストマーイヤーピースのようなペコペコした素材感ではなくて、W1 は素材感に張りがあって、重さのある金属筐体のイヤホンであってもイヤーピースがしっかりとホールドしてくれます。サウンドの傾向は CP100 プラスと比較すると全体的にクリアな方向に音が変化しました。低音域はタイトな方向に、中音域はすっきりと伸びやかに、高音域はキレが生まれて音場が広がったように感じました。私の場合は CP100 プラスと比較すると全体的に解像度樹脂側にサウンドが変化しましたが、このあたりはイヤホンの相性や音の好みによるものかもしれないので、一概に W1 の方が CP100 プラスよりも優れているという比較ができるのではないと思います。改めてスピンフィット W1 のサイズを見ていくと、 CP100 プラスよりもわずかに大きくなっているとに気がつきました。もしかするとそういった意味では、従来のスピンフィットで微妙にサイズが合わなかった人や、フィット感をギリギリまで突き詰めたい方のニーズにもマッチするのかなと思いました。本日はスピンフィットから新しく発売されたイヤーピース W1 についてレビューしていきました。W1 はハイエンド有線イヤホン向けのイヤーピース、ウェーブシリーズとして、スピンフィットが新たな技術を注ぎ込んで作り上げた、いわばハイエンドイヤーピースでした。世界初となる新採用技術、ダブルウェーブ加工により、音の表現力と装着性を両立した最新モデルで、複数のドライバーを搭載したイヤホンや、大口径ダイナミックドライバーを搭載したイヤホン、いわゆる高性能なハイエンドクラスのイヤホンの持つポテンシャルを十分に引き出し、歌声や楽器演奏の細かいニュアンスを表現してくれたと思います。特許の 3D クッション構造で、耳の左右で異なることが多い複雑なカーブに沿ってイヤーピースの軸の部分が追従するようになっていて、イヤホンが持つ性能を逃すことなく発揮できる設計になっていると思いました。医療用の耳に優しいシリコン素材を使っているので、耳が痒くなりにくくなっているので、長時間のリスニングでも快適性が保たれると思います。装着感や音の傾向がスピンフィット CP100 プラスとは結構違いつつも、従来のスピンフィットファンの方がおそらく満足できる仕上がりだと思いました。今回動画にしてない部分でも改めて手持ちのイヤーピースをいろいろと付け替えて試してみたんですけど、イヤーピース選びって本当に奥深いなと思いました。様々な形状のイヤーピースがあって、イヤーピースごとに音質傾向はそこそこ分かりやすく変わるんですよね。イヤーピースの耳への密着具合によって空気の動きが変わったり、イヤーピースの穴の大きさ、軸の長さや肩の形状などの影響で、イヤホンから鼓膜までの距離が変わったりすることで、脳が音をどのように知覚するかが変わってくるわけです。もしかすると CP100 プラスの既存のサイズだとわずかに小さく感じる方は、 W1 のサイズ感がベストになって、私とは音の感想が逆になることもあり得ると思います。スピンフィット W1 は従来のスピンフィット CP100 プラスと比較した際に、音はもちろん装着感、イヤーピースの外観、パッケージの設計までもしっかりと変えてきていて、新しく購入する価値を感じさせる製品に仕上げているあたり、さすがイヤーピースの専業メーカーだと思いました。ただ実際ネックになるのはその価格ですよね。最近は高価格のイヤーピースが増えてますけど、イヤーピース3セットで2000円オーバーは少々お高いと言わざるを得ないと思いました。現状では SML の3サイズセットのみの販売のようで、SS サイズと XL サイズはラインナップされてないようです。また従来のように愛用するサイズのみ2セット欲しい人や、SS サイズ、XL サイズが欲しい方は、概要欄の方にスティンフィット社へのメッセージを書き込んでみてください。もしかしたらスピンフィット社に願いが届くかもしれません。そんなわけで本日も最後までご覧いただきありがとうございました。
もしもこの動画が良かったら、高評価やチャンネル登録、ツイッターのフォローなどで応援していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画やブログでお会いしましょう。三流心理カウンセラーでした。